おはようございます、しょぼうです。今回はロルバーンダイアリー10月のセットアップということで、新しく購入しましたロルバーンダイアリー2022年の最初のセットアップ動画となります。初めからセットアップした中身をですね、見ていただいてもいいと言いますか、むしろそれが見たい方もいらっしゃるとは思うんですけども、ちょっと手帳が新しくなるに際しまして、思いとか本音の部分って言ったらいいんですかね、お話ししてから10月のセットアップご覧になっていただこうかと思っております。今回のテーマは本です。それでは10月から使い始めるロルバーンダイアリー2022のお話なんですけども、1年の振り返りの動画アップいたしましたけれども、1年の終わりもやらなくちゃいけないし、来年の新しい手帳の使い始めってこともありますので、動画を分けますと言って、分けて今回違う収録をしているわけですけども、1年の振り返りは良かったんですよ。ちょっと感慨深く1年やって良かったなっていう思いとともにですね、動画ができたんですけども、よくよく考えてみますと、この新しいロルバーンダイアリーってマンスリーがついているので、1年最初にバレットジャーナルのようにセットアップすることがなかったんですよね、そういえば。それと1年の目標とかやりたいことリストは、私の場合バレットジャーナル、普通のノートでやっているバレットジャーナルで書いているので、ルバーンダイアリーには書かないんですよね。自分でもなんか書かなきゃいけなかったよねと思ってはいたんですけど、いざ今年、去年の10月からのロルバーンダイアリーを見返していたら、特に何もなくさらっと始まったものですから、拍子抜けしちゃったと言いますか、そういえばそれで良かったんだよねみたいな感じ。どちらかというと私の場合は絵を描くなんですけども、こう楽しい手帳をいかにつけるか、バレットジャーナルでちょっと堅苦しいところから解放されたいということで始めたロルバーンダイアリーなので、適当で良かったんだなっていうことを改めて思いまして、だいぶね、今回始めるにあたってプレッシャーを感じていたんですけど、そんなことなくていいんだって思い直して書き始めました。これがね、最初の思いを語るっていう本音の部分のところのお話でした。では中身入っていきたいと思います。こちらのルルバーンダイアリー2022、表紙のイラストはトゥンカロンですね。マカロンって言っちゃうんですけど、これトゥンカロンっていうらしいですよ。このマカロンの間にクリームとかフルーツとか挟んで食べるもので、今回はプロテクターを使っています。こちらね、プロテクターを使っています。今年のはカバーを使っていたんですが、より軽装な感じで気軽に使えるかなという感じです。こう折りたためるのがいいですよね。ちょっとこちらのカバーは折るのに難儀するというか、癖がついちゃったりもしますので控えていたんですが、こちらのカバーですと何もしないロルバーンと同じようになっているのに、ちゃんとカバーがついているという状態になりますので、これはもう素敵ですね。ということで中身です。カレンダーはまだ何も書いていませんけれども、このマンスリーのページは今年も1日1コマ絵日記ということで埋めていきたいと思います。去年の10月はそもそもダイアリーを買うのが遅くて、使い始めるのも確か19日あたりからだったので、途中からになってしまいましたが、今年はもう初めからしっかり書いていきたいと思います。はい。そして今年もそうだったんですが、来年もきっと10月から新しいダイアリーを買うと思いますので、ここから12月までは埋まらないのかなとは思っています。
何か使えたらいいですけどね。はい、ということで今回のセットアップです。今回のセットアップは本をテーマにしていますけども、どの本も厚みが出なくてノートみたいになっちゃってますけどね。一応本ということで書いています。表紙は相変わらずあっさりめ、何かしようとすると大体失敗するので最初に書いた感じそのままで、まあ、よしとするという感じですね。それからムードトラッカーとハビットトラッカーです。ノートの中に本の見開きを書く、まあもう中身がこれなのでノートの中にノートを書くみたいになってますけども、今回は本がテーマなので本を開いたというところで絵を描いてます。ムードトラッカーは相変わらずセンターを外してますが、しおりと私は思って書いてます。ただの短冊がたくさん並んでるように見えますけど、これはしおりです。ハビットトラッカーは今回から毎回手書きにしようと思ってます。ここね、修正テープ使ってますけど、ここ10月書いたらここね11月書いちゃったんですよ。途中で気づいたんですけど、もう時すでに遅しで全部修正しました。相変わらずね、こっちはこっちだしこれは上だしっていう、ちゃんと測ってちゃんと数えてマス目をね、ちゃんとマス目を数えて書き始めればいいのにと毎回自分で思ってますけど、上下外してます。こんな調子で2022のロルバーンダイアリーもいつもの調子からスタートしています。あ、まあまだ10月になってないでしようと思っています。ここで変えようっていうとね、結構パワーが必要なので、なんとなくその2021年のロルバーンダイアリーも途中でこうちょっと試行錯誤があって形ができていったもんですから、今回も毎月書きながら様子を見つついきたいと思っています。はい、次のページはエニーラックとデザインストック、これも継続します。特にねこのページは絵を描いたりするので、特に余計なことを書かずに枠だけにはしてあります。このくらいあっさりでいいんだと思うんですよね。この10月からエニーラックもこう埋まるように幸せな生活をしていきたいと思っております。そして次のページからはデイリーページになります。まるっきりノープランでいつものように書いていきたいと思いますけれども、さすがに最初の見開きは本をテーマに書きたいと、全く違う絵を描かないようにしたいと思っております。以上が10月から始まる新しいロルバーンダイアリーの最初のセットアップでした。もうねいきなり失敗してるわけですよ。でこのページって実は破いてしまえば失敗なかったことにできるわけですよね。この次のページ新しいページにして、それをあえて残すようにはしています。それはもう失敗してしまったので、今後失敗してももう大したことじゃないっていう思いを残しておきたいですよね。位置が合わなかったこともそうですし、修正テープを使ったこともそうですし、もう鼻から失敗してたら1年間失敗しても大丈夫だっていう感覚で今まで同様やっていきたいと思います。はじめね完璧にしちゃうとどんどんプレッシャー上がってっちゃいますから、とにかくリラックスしてこの手帳に迎えるような環境が整ったという感じです。といったところでロルバーンダイアリー2022の最初のセットアップ、10月のセットアップのお話でした。最後までお付き合いありがとうございました。以上、ショボーでした。ではまた。